DM、まあ、結構前の方の DM、 DM これもガッツリローダウンしてあるね。いい具合にタイヤも来てる。いやまあいい具合に来てるよ。かっこいい。左ハンドル、バケットシート、まあインパネ周りは、まあ、まあオリジナルの状態。ロールバーもこれガッツリ濃いね。これなんだろう、なんか牛のマークついてるね。ホイールキャップに牛のマーク、なんだろう、ランボルギーニのマークか。タイヤサイズ21540の、21540までしか見えない。リアスポンもこれちょっと GT ウィングみたいな感じね。このウィングに貼ってるこのデカールがかっこいい、ね。マフラーもちょっとこう、多分直感のバコマフラーかな。M3、ちょっと前の方の M3 だよね。でもカスタムすると全然かっこいい。カスタムするとやっぱかっこいいね。BMW M3。もうこういった感じね。まあローダウンしてるもんで、まあホイールはちょっと中入ってる感じね。ホイールを外出して乗せるとかってそういう感覚だよね。車高の低さを優先するとまあこういう感じか。BMW すごい綺麗だね。当時物の塗装ではないね。一回やり替えてカーボンとかつけてエアサスでガッツリローダウンね。まあそれだけでもまあね、400、500万ぐらいかかってるよね、この車。やっぱすごいな。BMW。でした。